ボダナート全系統頂部のブッダアイボダナートの位置、ボダナートはネパールのカトマンズにある高さ約36メートルのネパール最大のチベット仏教の巨大仏塔である。カトマンズの渓谷の一部としてユネスコの世界遺産に登録されている。世界のチベット仏教の中心地であり、中心にはブッダのお骨が埋められている。ボダナートのボダは仏ダの仏教の 知恵の王意味し、縄とは、主人、神などを意味する。三重の気団と、直径27メートルの石造りドームからなり、その上には四方を見渡すブッダの知恵の目が描かれている。遠いたからは、樽町という万国旗を思わせる旗が八方にかかり、独自の雰囲気を醸し出している。仏塔及び周辺施設は2階及びそれ以上に上る、こともでき、周囲を見渡せるようになっている。 ただし、仏塔2階は、チベット仏教徒たちの祭事の時には立ち入れない。この仏塔の周りを、毎朝、信者たちが、マニシャを持って、周囲を108回右回りする。仏塔の周囲には仏塔を取り囲むように360度に、渡って、土産物店が立ち並び、観光地特有の賑わいをも見せている。また、宿泊施設や多彩な飲食店も数多く存在し、 周辺の観光拠点としても利便性に富む。ただし、周辺には小さな路地が張り巡らされており、一般居住地域との境目が分かりづらいくなっているので、むやみに足を踏み入れてしまわないように注意が必要である。なお、ネパールでは通常、と綴り、棒ダナートや棒ダナートと発音される。あるいは単に、とだけ呼ばれることもある。ありがとうございます。